チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は6色ちらし寿司、ツナマヨ、卵そぼろ、鶏そぼろ、切り干し大根の酢の物、ウインナーで梅干し、以上で6色、7色でね、ゆかりもあるしね。はい、まあ、何でもいいです。食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯はちらし寿司で、いただきます。ちょっとね、寮帰ってくるので、今日出ていっとってね、で帰ってくるのが遅なるからって言って、連絡あったから先食べといてってことで、ね、食べときます。いろんなね、味があるんでね、いろんなところ行きます。これな、シーマヨね、あの海苔と、海苔茶は、塩昆布と卵そぼろと鶏そぼろと大根、切り干し大根とソーセージで、ね、好きなん食べて、混ぜてもいいねんけどな、混ぜた方が上がな、取れ、まあ、いきます。シーチキンとかいきます。いやいや、これ、どうし行ったの、シーマヨのとこ美味しい、いろんなね、たんで、かわいそう切り干し大根、すごい、鶏そぼろとか、と麺とことね、混ぜた方がいいんだけどね。鶏そぼろ美味しい。めっちゃ美味しい。ちょっと発症してくれないからさ、趣味で電車乗るとかになったらさ、発症してくれない。めっちゃ酸っぱいわ、しょっぱい、すんごいしょっぱい。振動あるよ。振動アレルギーってそうや。マイグレーション機能つけられるやつ。卵も美味しい。ここ塩昆布をのせるとね、混ぜてしまってもいいんだけどね。美味しい。
シーチキンとか美味しいな。意外にちょっとうまいんだ。お寿司美味しいね。寿司はね、別腹。寿司って何ぼでもいけるのよな。無限やねこれ。無限界を知らんね。目取っといたら何を食べへんかな。梅干しを、梅干し苦手やから、ね、うまっ、うっぱい。うまいね。ただ海苔の消費量が半端ない。混ぜたらまた美味しいと思うけどな。みんな主張強いな。確かにみんな入れやんでよかったかな。切り干し大根がうまい。お梅の主張がすごいな、ほんまに。ね、多かったな。一玉でよかったね。うん、混ぜるし、ちらし寿司は何でもいいね。食べたいも放り込んでね。自己責任やね。梅干しを別にしたかったかもな。受け取りの仕事、受け子ちゃん。まあ受け子やん。
デコで日給2万3万って安いよな。5万から10万超えねえな。うん、それぐらい払っても逆に怪しい。うさんくさいやばいやん。いや、100万円何？年前とゲームは教科書。でも主張強い。ちょっと避けた方がいいかな。入れすぎた、うん、もっと少なめにした方がいい。うん、中いっぱい入ってきた。うん、そうですね。今日なっちゃん家の晩ご飯は700ちらし寿司ね。あの今日帰ってきたら残り残してあるんで食べると思うんでね。今日は一旦ごちそうさまですということで、今日はこの後ねまたライブしようと思ってるんで、ね、早めに食べて準備してるんで、ライブね、もう多分昨日上がってると思うんだけどね。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、シーチキンとかいろいろの、チラシ寿司、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかった。お寿司最高やね。